マイケル・ジェームズ・マイク・ウィリアムソンは、イングランド・ストーク・オントレント出身のサッカー選手、サッカー指導者。ゲイツ・ヘッド FC 所属。ポジションはディフェンダー。トーキー・ユナイテッド FC の下部組織出身プレイヤー。2001年にトップチームに昇格した。2001年にサウサンプトン FC へ完全移籍した。2003年にトーキーへレンタル移籍で復帰。 2004年にドンカスター・ローバーズ FC、ウィコム・ワンダラーズ FC へレンタル移籍した。2005年からウィコムへ完全移籍した。2009年にバトフォード FC へ完全移籍し、途中でポーツマス FC に完全移籍した。2010年からニューカッスル・ユナイテッド FC へ完全移籍した。同クラブでは2015年までプレイシリーグ1150試合に出場した。 2015年10月29日、チャンピオンシップのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に1ヶ月間の短期ローンで加入し、不傷離脱したコートニー・ホースの代役を務めた。翌月15日にはローン期間を翌年に1月まで延長したが、12月1日にジャマール・ラッセルズが故障したためセント・ジェームズ・パークに呼び戻された。結局スティーブ・マクラーレンの下では、 フットボールリーグカップ2試合の出場に止まり、2016年1月29日にウルバーハンプトンへ1年半の契約で完全移籍した。2017年7月26日、オックスフォードユナイテッド FC に1年契約で移籍した。ありがとうございます。